前回の続きをやっていきます。もうね、やることはないんだよな。まあ、かろうじてこのシーズンはモデラーパックっていうのはまだやってないので、ドライブインのレストラン、高速道路の近くがいいね。高速道路の出口のところに、ここら辺に置きたいな。ドンって。なんかドライブインって感じ。和風のレストランは、やっぱ空港の近くがいいんじゃないのかな。空港の近くのちょっとした街並みに、この辺空いてるから。これが蕎麦屋だってさ。なべこっちの方に人口を増やしたいわけじゃないんだよな。駅前に。土地が余ってないな。蕎麦屋。うどん屋さん。はい、土地が余ってないんだよ。もう余ってるところに見つけてやるしかないね。ここら辺すごい余ってんだよ。ラーメン屋さん、サービスステーションとドライブインみたいな感じだな。やっぱ高速道路の近くがいいね。高速道路、これ外とつながってないな。こういう見落としがたまにある。環状線の駅だから新しくつけたばっかりだ。
ない。もう受けるんだったらどこでもいいって感じだな。裏もったいないな、このスペース。でもこれは開けないか。どちら待ってる？行けるかな？余裕だな。
駅からもここに来れるようにしようかなと思ったんだけど、ただ今度はこれ、小さなオフィスビル、小さな田舎にちょっとしたオフィス、このね、この超田舎町、駅の前に、ごめんね、田舎の日本風の、でまだあるのか、たくさんね、日本人町なんだな。日本的な風景にしたする場合のやつなんだろうね。あんまり合わないね、この風景に。しょうがないよ。もういいかな、じゃあ。どうしてもやりたいんだったら、壊さないでね。市役所ビルだってよ。なんかこの景色に合わないよね。成田空港の近くみたいな、成田市みたいな、空いてるね。
まり今日聞いたくないんだけどな。セーブ中。住宅にしようか。リゾートホテルだって。リゾートホテルか。リゾートホテルはやっぱり湖のそばがいいな。ここら辺空いてるな。田舎だから、カントリーだから。ダメか。斜面がきついってよ。そしたら次はね、ホテル。ホテル、まあこういうところにホテルがあってもいいよね。あるいは住宅地。ここは空いてるな。お寺、いいじゃん。
時間が来てしまいました。今回はここまでです。